毛皇賞は中華民国の軍人。字は軍員。奇襲軍、キリアズサハの指揮官。義兄は、キリアズサハの指導者である州西成。奇襲後部学童第一期を卒業。以後、毛皇賞は、義兄の州西成に追随して、各地を転戦し、次第に昇進していった。1923年、州が安志県軍を結成した頃に、キリアズサハ内部で、 軍、将、廃、用の後継序列が定まる。すなわち、家が序列第一位となった。1924年、猛講将は川南辺暴走司令に任ぜられている。1927年、州西成が国民革命軍第25軍軍長兼機州省政府主席に任ぜられると、家は第25軍副軍長に任命される。しかし、家は、 同年8月の雲南遠征において、総司令官の立場でありながら、妾の下で数日過ごして、四季を放棄し、そのために雲南軍に敗北するという大失態を犯している。1929年5月、雲南省政府主席留務もが、雲南軍を奇襲に送り込んでくると、州の四季のもと、家はこれを迎撃したが敗北し、州も戦死した。その後、雲南軍は、 リオ奇襲省政府主席に擁立したが、間もなく、雲南省の内戦のために引き上げ、リは、孤立状態となる。もう交渉ラキリアズサ派の軍人たちは、反撃に転じ、リオゲヤに追い込んだ。同年10月、ケが、新たに、奇襲省政府主席兼内ち逆軍第18祖事軍葬式に就任し、一旦は、キリアズサ派の奇襲支配が復活する。しかし、 も交渉は過去の大失態などもあって人望が薄く、切りあずさはないで、序列第二位とされていた王家列が次第にその地位を伺うようになった。王は小解析と密かに結んでその軍事支援を受けると、1932年、クーデターを起こす。同年3月、情勢が不利になった家は、ゲヤを宣言し、王が公認の小政府主席となった。それでも、 もう交渉は、王家、列のクーデターに不満を抱いていた、序列第四位の、なお国二ら他の切り合図探し機官たちと結んで、王への反撃を開始する。12月、今度は、王がゲヤに追い込まれ、なおが代理ではあるが、公認の小政府主席となる。しかし、ケ、ナオらは、各指揮官同士で主導権争いを展開し、まとまりがなかった。王はそこをく形で逆襲を開始し、 翌年4月、奈緒から小政府主席の地位を奪回している。奈緒はその後も一定の地位を保持して王を牽制したが、家はこれを最後に完全に軍事、政治から引退した。1947年死去、去年55、ありがとうございます。